はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、小学校受験、やりたいことは我慢しようです。それでは、西荻フレンドリースクール室長、近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。この我慢ってなかなか難しいことですよね、はい、幼児にとってはね。そう。でも実はね、これが一番問題点っていうか、誰しもが、まあ、持ってるもんだと思うんですよ。やっぱりね、人間はやりたくなったらやる、触りたくなったら触るっていうのがね。そうですね。まあ、それはまあね、大人でもちょっとこれって本物のあれかなとかね、ソフトクリームかなって触ってみたくなるんですけどでもやっぱりね、触っていい時と触っちゃいけない時っていうのはこう判断ってできるけれども、幼児はなかなか難しいんですよ。だから例えばよく考えてみると、はい、試験会場っていうのはね、大体教室だったり、まあ、控室が図書館だったりするとね、子どもたちにとってはこう幼稚園とか保育園ではこう見られないものってたくさんあるんですよね、例えば保育園だと危ないからなんて、そんなね、消火栓やら何やら消火器なんかね、そんなとこ出てないけれども、もう児童だから、まあ、高学年の教室使うこともあったりすると、廊下にはね、そういう消火器みたいなものも置いてあったりとか、はい、あとはこうちょっとした制作なんかしたものも置いてあるかもしれないしね。あ、在校生が作ったものね。そうそう、うん、そう、まず幼児にとってはこう興味のそそられるものがね、結構たくさんあると思うんですよ、でもね、例えばどういう子が我慢できないかっていうと、こう例えばスーパーなどに行ってね、もうあれこれこう触る子供っていうのはね、はい、間違いなく試験でもね、触る可能性ってあると思うんですよ。触り癖があるというかね。そうそうそう、でまたわざわざね、子供たちがね、こう興味のありそうなものってまた学校も置いとくんですよね、試験の時ね。そうで、例えば教室移動なんかでも、なんでわざわざするかっていうと、ちゃんと列をなして歩けるかどうかとか、ある学校なんかこう小動物園のそば通ってこう教室移動したりする学校もあるんですよね。でそんな時にこれは何かなとか、あ、なんだろうなんて思って、試験のこともこう忘れて見に行っちゃったりすることって結構あるらしいんですよ、はい、聞いてみると、でそこがどうも問題点で、やっぱり行っちゃったりする子は落ちるっていうことらしくて、その学校にいる方からよく注意されるんですけどね、はい、そこを通るから絶対そこは気をつけた方がいいってこう注意されたりする時もあるのでね、なるほどと思ったんですけど、だからそんな時にね、これ何かなとか、あ、なんだろうなんて思ってこう試験のことも忘れてね、見に行っちゃったりするのはまずいかなっていう。そうですね、だからペーパーとかそういうとこ以外で点数実は減点とかになってる怖いところがあるんですね、小学校って。いや、考えてるんですよ、学校もいろいろと、だからそういう落とし穴だったり引っ掛けだったりね、こんな面白いところを通るときにね、どうなんだろうって、例えばあるすごい結構厳しめな幼稚園があるんですけど、はい、それ付属なんですけどね、例えば幼稚園生にでもその前にコロコロって転がってきたサッカーボールがあって、つい思わず切り返したらしいんですよ。試験の時にボールが転がってきた、全然その有名な幼稚園の生徒がね、在園してる時、試験と関係なくね、はいはいはい、ただコロコロって転がってきたサッカーボールをその子は切り返したんですよ、そしたらその幼稚園ではね、ダメらしいんですよ。なんでだろう、やっぱりそれを、まあ、手でね持って、置いてあげるとか、渡してあげるとかで、そんなもの切り返すのはね、でも切り返したくなるじゃないですか、なるなる、目の前に転がってきたら、だからそういうことも結局はダメっていうことなんだと思うんですよ、はいはい、だからそれぐらいやっぱり学校がっていうのは、そういうことの余計な行動っていうものに対してこうピリピリしてるんだろうなっていうのを私もその時感じたんですけれどもね、で本当にそれが原因でダメっていうことよくあるのでね、だから例えば触りたければ触る、
見たければ見に行く、うん、ふざけたくなったらふざける、うん、これがやりたくなったらもう無意識にやってしまうっていう、これは本当に不合格になるね大きな要因になるって言っても言い過ぎではないと思うんですよ、ね、うん、でもねこれを直すのってねすごく難しいんですよ、はい、ね、触りたければ触っちゃダメだよって親がいれば言える、うん、ね、ふざけちゃダメよって先生たちもいれば言える、でもテストって親も先生もついていくわけじゃないから自分しかないわけじゃないですか、うんうんうん、だからねやっぱり自分でこうまあ面白そうなものがあったり楽しそうなものがあったら、うん、やっぱりこう自分で今やっていいかどうか、今やるべき時なのかやっちゃいけないのかっていう、まあそれによってやっちゃいけないって判断すればもう我慢もしなきゃいけないっていう、うんうん、だからこれができるように自分で自分を抑えるっていう力を身につけていかないと、うんうん、あのそういう面で不合格になるということは往々にしてあるんですよね、はい、だからこうやりたいことが今やっていいかの判断っていうのは、うんうん、こう今からつけられるようにするっていうことは大切なんじゃないかなっていう、うんうんうん、そうですね、だから家でもそのあたりの声かけ大事ですし、うん、できたらあの理想的なのは幼児教室の方でもそのあたりちょくちょく言ってくれるとありがたいですよね。そうなんです、うん、前もうちょっと話したことがあるんですけど、例えばファミレスにああいうものをたくさん置いてあってね、うん、ああいうものそれでおもちゃとかってことかな、おもちゃとか ね結構興味レジの近くにありますよね、そう、うん、ありますよね。それで私もある お父さんがその子供がそれ触りに行ったんですよ、はい、そしたら触っちゃダメっていうことよりも前にそんなものは絶対買わないからなってそういう言い方をしてるんですよね、うんうんうん、でも私から見たらこの子って触り癖があるんだっていう、うんうん、だからもういついかなる時もこれから受験だと思ったらばやっぱりやりたいなと思ったことを無意識にやってしまった時、うん、ないかなっていう、うん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 、あえてこう触るから嫌だから子供をねスーパーに連れていかないじゃなくて、うんうんうん、スーパーに連れてって物を触らないように、うんうん、あのなんていうの通りを駆け回らないようにっていう、うんうんうん、そういうのって大事じゃないかなって思うんですよね。そうですね、そういう機会をたくさん与えて触っちゃダメっていうことを教えないと、うんうんうん、なかなかね家の中だったり何だったりするとできないですからね、うん、そうですね、はい、だから、まあ、むしろあんまり前もねつい最近の YouTube でも言った通りであんまり避けすぎてもね失敗するチャンスがないですもんね、ということですね。そうなんです、そうなんです、だから積極的に連れてって、うんうん、触りそうなとこに連れてって触っちゃいけないっていうことを言わないと、うんうんうん、本当にこう学校って興味のあるものたくさんありますからね。そうですね、うん、いくら荷物を持ち帰るって言ったってある程度のものは置いてありますしね学校にね、うん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 、そう、はい、じゃあちょっとそのあたり気をつけましょうということです。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、まず受験関係かな、面接特訓コース現在も受付をしております。1時間の間でね、ご両親の受け答えをね重点的にやってもいいですし、お子様のね、面接慣れをしたいよとかねいろいろとご要望あると思いますので、お申し込みの際にねまたはお問い合わせの際に言っていただければいかようにも調整いたします。また、願書添削ですね。こちら相当数、今、お問い合わせ来ております。で、画面に出ている通り、毎度毎度言っておりますけれども、9月以降は、予約がかなり増えてしまったりとか、あとさらに内部生の方のね、添削もかかってきますので、一部制限する場合がございます。あらかじめご了承くださいませということです。はい。また、子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。もう一回言おうかな。03-3390-0750 番。メールアドレスが info@friendly-school.com です。
はい、こちらの教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育などいろいろと幅広くねお話ししていきたいと思います。皆様からのテーマリクエスト、質問、感想などもね大歓迎です。やっぱりね我々の視点だと思い浮かばないようなことも時折にありますのでね、お気軽にご連絡ください。YouTube へのこちらのコメントでも構いませんし、メールや、フレンドリースクールのね Twitter への DM とかでも大丈夫です。お気軽にどうぞ。またチャンネル登録や高評価などもぜひぜひお願いいたします。本日も最後まで本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。